ノックアウトボリューム1第6試合56点を披露、契約3分5ラウンドを行います。まずはインデブルーコーナー、青コーナー、160cm 56点を披露、第19代 IBF 世界フライ級チャンピオン、赤コーナー、約62cm 52、66.5 キロ、 ISK オリエンタル世界バンタム級チャンピオン、新郎ナスガワワワワワタシェイ。レフリー上見る、この試合ノックアウトル3分5ラウンドで行われます。アブラトルエンの余裕ですね。余裕ですね、うん、いやもう本当に直前の控え室でもひっくり返ってるからですね。バッティングローブを取ってリラックスして、この戦いどうなるんでしょうか。はい、こう出だし、テイシュー君がパンチでいくのか、はい、蹴りでいくのか、そうですね、もう本人すら当日になってみないと分かんないって言ってましたからね。体が動いてくれてれば分からないという、はい、これはちょっと注目していただきたい、楽しみですね。はい、ラウンド1、はい、第1ラウンド開始。ファーストコンタクトは何か、あ、探ってますね、探ってますね、ルエンの、はい、緊張感あります。あー、ローから出していきました、アムラット・レンロ。そして前蹴りのように、ラスカーのボディ、元世界王者にボディからいきました。はい、うん、サミドルキック、そして前蹴り、とにかくアムラット・レンロっていうのを前蹴りで、必ず前蹴りいきます。ラスカー天心、非常に試合巧者、もうベテランらしい試合巧者ですよね。もうアムナットからは行かないと思うんですよ。なるほど、はい、いいのが入りました。ちょっとだけ遠いですね。早いですね。とにかくナスカのこの若さ、スピードですよね。はい、いくら試合後半反応できないですね。スピードに反応できないか、パンチが当たっている、ナスカでしたパンチが当たっています。完全に今これナスカのリズムですよ、はい、ナスカが詰めている。とにかくこれアムナット・レンロンが距離を取ろうとしても構えなしに打ってきますね。そうですね、はい、攻撃が当たりますね。はい、天心君の攻撃が、まあ、ボクシング自体も非常にその狡猾なね、うまいうまい ね、アウトボクシングをしてきた、はい、アムナット・レンロンですが、その戦い方がナスカ天心に今のところ通用していません。うん、パンチも振り切ってますよ、天心君、はい、見えてますね、はい、もうじわじわ行くんじゃないでしょうか、天心君。そうですね、那須川天心もこれはいけると思ったら一気に来るでしょうからね。ラスト1分、アムナットはちょっと何考えてるか分からないですね。何を狙ってるか分からないですね。右ストレートからミドルを出していきました、アムナット・ルエンド。詰めていくのは那須川、もう反応はアムナットはすごくいいと思いますので、フェイントはもうすごい引っかかると思いますよ。天心君はフェイントたくさん出しながら、はい、手を出していただいたと思います。ラスト30秒、第1ラウンドラスト30秒、変則的なミドルから前蹴りを出していく、前関節と太ももの前蹴りを、パスでアムナットのいやらしい内太ももが真っ赤に腫れ上がります。肘出しましたね。アムナット肘を出しながら飛び込んでまいりました。残り時間10秒、ミドルキック、タイ のルンピニーでもね、チャンピオンになってますんでね、はい、ライジラウンド終了。でもね、その明太のブラックは15年あったわけですよ ね、はい、ね、まあでも体を覚えてますよ。体を覚えてますか、はい、体覚えてます。今の動きを見てもやはりそうだろう、そうですね、怖いですよね、あの肘は。ガイさんいかがでしたか。いや、最初ちょっと距離遠いかなって電子思ったんですけど、その距離遠いところからもう
構攻撃増やして距離をこっち決めて弾いていこうとしてる感がさすがだなと思いますね。いや、いきなりね、ファーストボディを那須川選手が入れましたからね。サヤさんいかがですか。アルゼンチン選手のキックがすごくいい音がしますよね、はい、パーンっていう重い感じがしますね。あとやっぱり速いですね。速い、その攻撃をつなぐところが素晴らしいですよね。ドールだけで終わらない、パンチからロー、で、一回距離が離れてからボックスに攻めに、この展開が速いですよね。逆に、まあ、この後アムラットがどういうプランでこの那須川選手を倒そうとしているのか、そうですね、これ注目したいですね。策があるのかないのか。ラウンド2、さあラウンド2、はい、2ラウンド目出だし何でいくか。天心君、このアムラットレーノ の、ね、この、まあ、膝頭や太ももの、うんうん、そうですね、蹴り取ってですね、股間を当たる狙う前蹴り、はい、前蹴りで蹴り取ってですね、はい、バックが間に合いませんね、はい、反応できてないですね、アムナット、はい、バケツに出していきます。しかしもうスピードも破壊力も那須川が上回っています、はい、アムナットがしっかりとガードを固める、右ストレート、ドーン、これもクロス切ってる、逆に那須川のローが当たります。ロー効いてきそうですね、はい、アムナットのパンチはまだちょっとアムナットの距離感ではないので、うん、ちょっと今パンチの距離でも今ナスカラ君のほうが、はい、リードになってリードします。アムナットの戦い方がいわゆる KO を狙っていく戦い方ではないじゃないですか、うん、そうですね、相手が入ってくるのを見ますからね、でもポイントを重ねていって、はい、まあ、勝っていくんですけども、はい、でもナスカの攻撃が当たってますからね。そうですね、でアムナットもパンチ出してるんですけども届いてないんですよ、今のところ、はい、トラックマンともしこのペースでいけばアムナットも倒しに行かなければいけない、うん、そうですね、そうなるとどん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 、まあ、ナスカに有利になってくると思われます、はい、前蹴りも届きません、距離は取ります。ナスカ天心はアムナットの攻撃がなんか全部見えてるように思えます。ロー、お構いなしに前に出てきます。ミドルキック、飛び込みでミドルキック、しかしナスカのクリスチャルはすぐに膝を出していきます。アムナットが蹴りで天心のパンチでいってるじゃないですか。ロー、ナスカもインローを返していく、インロー倒していきます。天心君、足削った方がいいと思います、うん、いや、だいぶね、これアムナット左で足効いてますよね、うん、まあ、左のインローですね、内股もそうですし、奥足、右足も、はい、ラスト30秒、うん、おっ、トリケラ、トリケラってつけてますね、はい、あれリングチェックの時に練習してましたよ、天心君。余裕ですよ、はい、まあ、ですね、ボクシングの世界チャンピオンに対してもっと余裕を見せます、はい、年末のイメージのものが倒しても離れないですね、うん、はい、ここでここで第2ラウンド終了。いや、でも那須川選手もですね、まあ、いけると思うところでも、まあ、油断しないですよね。そうですね、はい、アムナットはこのあと3ラウンド以降どういう風に出てくるのか、まあ、今まで通りなのか、で天心君もちょっとやっぱりこう様子見ながら戦ってますよね、はい、はい、いつものようにガン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 前に出ずにちょっとフェイント使いながらちょっと距離を意識した戦い方をしてるんじゃないかなと思います。大地さん、この後も、はい、まあね、これから3ラウンドで、はい、まあ、アムナットも戦い方変えていかなきゃいけないと思うんですよね。そうですね、前回のライズの防衛戦の時に天心が入ってきたところをミドルで封じられた試合があったんですよ、はい、その辺ちょっと稽古に似てるんで、その天心早く突破してもらいたいですね、うん、セコンドアウト。さあ、第3ラウンドです。ラウンド3、軽くヘッドを出していきますが、ミドル
この右のミドルですかね、アムラットは。そうですね、でやっぱりラウンド始まった瞬間、天心こっちの様子見るんですよね、はい、ちょっとこう、多少の警戒はあるんだと思いますが、あー、パンチを出してきます、ショートネット肘を出してきます。さあ、しかしアムラットを終わりにしそう、右の肘、ここはブレック、ブレイクの後に投げ出していったので、レフリーから注意を受けます、アムラット。ちょっとアムラットもイラついてきてますかね。思った以上に自分のパンチが当たらないので、はい、うん、やりづらいじゃないですか。自分のいわゆるボクシングが出てないですよね、はい、ちょっとだけ腰を落としてます、ね。違いますか、はい、あーでもアムラットのこの左の内太もももう内出血見ています。ボディー、ラスカボディー、アムラットのローコーナーに詰めていきますか、アムラットのボディーが当たりません、詰めていく詰めていく、ナスカ天心、アムラットも自分から行くと天心君のカウンターがあるので、ね、なかなか入っていけないんですよね。そうですね、はい、でももう第3ラウンド、はい、入りません、今のは入りません、大丈夫です。どうしても自分のやりたいことがなかなかできないと、ね、ああいうことが起こってしまうんです。そうですね、やりやすいじゃないですか。これもここまでになるとアムラットとしてももう判定で勝つのは難しい状況になってきましたよね。まあ、しかもボクシングではね、12ラウンドありますけども5ラウンドしかありませんから、このアムラットとしてもこのままナスカを倒すには KO を狙っていかなければいけません。もしくは切るか、ミドル、ローに対して、ナスカのローに対してアムラットはミドル、ナスカのミドルを出していきます。ケンジ君はボディ狙ってた方がいいですね。ボディパンチ、はい、ボディパンチですね、はい、ミドルを切る、捕まえていくが、アムラットの攻撃が空を切ります。しかしナスカーは追ってくる、いや、これはアムラットガード、ラスト30秒、うん、見えてますね、ローカーミドル、しかし構わずにナスカーもローキックを打っていきます。アムラットも目がいいので、ああいう風に下がりながら行くと安心なんですよね。あー、はい、で自分から行ってしまうと自分の簡単もありますよ。バックハンドブローは空を切ってアムラットの右ストレート、これナスカーの画面を捉えました。アムラットが、はい、アムラットが前に出てきた時に天心君にチャンスですね。チャンスですね、はい、なんかこう下がりながら見られてるとやっぱ目がいいので、はい、こう対応しきってくるので、アムラットがちょっとこう前に来た時に天心君どれだけカウンター合わせられるか、はい、でもね、さやさん、やっぱ那須川選手も非常に、まあ、冷静というか、そうですね、見えてますもんね、攻撃が、はい、もっとガーッとここで那須川行くんじゃないかってところでしっかりとやっぱ待ちますし、見ますし、素晴らしい、はい、これ4ラウンド始まったすぐ天心君がすぐ攻撃を出すのか、うん、様子を見るのか、そこちょっと注目したいですね。ここから動きが変わるのか、はい、やっぱアムラットも目いいですね。いや、それは感じますか、はい、セコンドセコンドローはね結構もらってますが、まあ、顔面のパンチはね、はい、しっかりとギリギリ で、ね、アムラットはもう戦い方はおそらく変わらないと思うんですよ、ラウンド出てきたときにチャンスですね。前ストレートからガードを固めるアムラット、天心の左の右のボディアムラット、ラスカ天心のボディ、しかしアムラットも前に出る、はい、アムラット少し前に出てきました。そうですね、はい、右のジャブからストレートを打とうとしました、これは止まりました、ロー、ナスカのローです。しかしアムラットは前に出ます、ボディボディを打ってすぐにスウェーバック、ガード固めてますね、アムラットのエンド、45経過、
きましたが、はい、これはアムラットガードしています。さあプレッシャーをかけるアムラット、アムラット前に来たんです、チャンスですよ。ミドル遠心のミドルジャブから組みついていきます。これはすぐにブレイク、トップが入ります。遠心もかけりたいですね。遠心君はちょっと手数が少ないですね。そうですね、はい、あちょっとね、どうか、これもストップがかかったからアムラットが今倒しましたね。まあ、これがローカーなところでしょうか。再開です。あー、ミドルもしっかりとミドルガードしています。アムラットをロープするのでちょっと詰めに行きたいですね、うん、ちょっと行きましょう、はい、そうですね、必殺の場合まで入れないという感じです。ラスト1分ラスト1分ロープにしますが、いいタイミングでアムラットを前に出てきます。ボディちょっとやられてます、はい、これから見るボディ狙っていった方がいいですよね。アムラット選手すごいもう上手くて、全然距離がちょっと思ってたより遠くて、やりづらくて変な試合だったと思うんですけど、自分の、試合前に言ってた通り、パンチで、倒すことができて本当に嬉しいです。自分の、自信にも、なりました。アムラット選手がいたからこそ、こういう試合をできたなと思います。アムラット選手本当にありがとうございます。そして、僕を応援してくれる皆さん本当にいつもありがとうございます。やっぱり僕は、一人じゃなく皆さんの応援のおかげで、こういう舞台に立ったり、こういう結果を出すことができていると思ってます。毎回本当にいつもありがとうございます。今年、まだまだ僕突っ走って誰の手の届かないところに行って、必ずこの格闘技界を、僕でいいのなら、変えようとしてるんで、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。今日は皆さんありがとうございました。見事なノックアウト勝利。